牧野現役引退に対するネットの反応。牧野引退しちゃうのか。悲しいけど、セカンドキャリアも楽しみな人だな。天皇杯で劇的な主人公になった試合は忘れない。本当記憶に残る選手だった。解説も的確で声もすごい、聞き取りやすいから楽しみ。野球の新庄みたいに監督でも J リーグを盛り上げてくれそう。監督になっても試合前のルーティーンやってくれ。シンプルに花があるから監督楽しみ。解説聞いてる感じ全体をしっかり言語化して理解してるタイプだから監督向いてそう。ああ見えて感覚派じゃなくて論理派だもんな。アベマで味しめたな。ワールドカップで手応え感じてて草。タレントとしても余裕でやってけるもんな。今お調子者として出てるサッカー OB みんな嫌だろうな。牧野ほどテレビ向いてるサッカー選手いない。牧野はラインズマンに転向しろよ。 VAR 並みの肉眼持ってるからな。牧野なら任せられる。オフサイドディレイにも定評ある。あのマーライオン式給水がもう見れないのか。子供の頃はふざけててこいつ嫌いだなって思ってたけど、だんだんと J リーグを盛り上げてくれてるんだなってなって好きになった。牧野と敵対してた J リーグサポとしてこいつうざいわって何度も思わされてたな。マジでうざかった。その分代表とか ACL の時はめっちゃ応援した選手。これからも J リーグをよろしく頼む。